覧中山川穂高とんでもないことになっていた。20代の知人女性 A 子さんに性的暴行を加え、今年5月23日、警視庁に強制性交容疑で書類送検された埼玉西武ライオンズの山川穂高。人気と実力を兼ね備えたトップ選手が、妻子アルミで不倫をしていた上に刑事事件を起こしていたという今回の事件は、球界全体を揺るがす一大スキャンダルとなった。送検から約2ヶ月が経過し、今月中にも検察による処分が下ると見られている。山川は2014年に西武に入団し、近年は主砲としてチームを牽引してきた。昨シーズンは3度目のホームラン王に輝き、3月の WBC 優勝メンバーにも名を連ねた。しかし、世間の興奮冷めやらぬ中、凱旋帰国直後に A 子さんの件で警視庁による事情聴取を密かに受けていたのだ。A 子さんは昨年11月、山川に個室のバーと嘘をつかれて、東京都港区のホテルに連れ込まれ、そこで性的暴行を無理やり受けたという旨の被害届を警察に出していた。行為の最中に、下半身から出血する怪我をしていたことも判明している。A 子さんと山川は数年来の知人だったが、数回友人を介して会っているだけで、事件の日が二人きりで会った初めての日だった。検察の処分が迫る中、山川と A 子さんの双方が主張を譲らず、未だ示談がまとまらない状態が続いている。果たしてどのような形で決着するのだろうか。出場選手登録を抹消され3軍で調整を続けているという山川は今何を思うのか。山川は相手を逆に訴えるとか記事出てなかった？この件は文春以外は取材せず妄想で書いてるとしか思えん。示談を成立させる意思派山川側にないからね、基礎か不基礎かの話だけ。山川側は無理やりを認めてないから金を払う気は一切ない。女性側が断片的な情報しか出さないのなんで？これ女の知人が勝手に言っとるだけや、女サイドは一言も発してない。被害者は一度も週刊誌の取材に応じたことないぞ。被害者は警察としか喋ってないし、最初のリークも警視庁関係者やで。逆に山川は週刊誌にベラベラ喋っとるがな。本当の友人がこんなこと記者にペラペラ喋るかいな。何が真実なのかよくわからんよな。ただ一つ山川の口から出たインタビューはガチなんやろうけど。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけて、コメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。